guys! モンスターション TV! 始まりました、モンスターション TV! 元気があれば何でもできる、元気があれば姫島さんになれる、そんなあれだわ。インガメッサスでやっていきましょう。今回はでございますけども、鬼滅の刃初見読みでございます。今回はでございますけども、ジャンププラスで読んでいきたいなと思います。皆さん、ジャンププラスで鬼滅読んでおりますでしょうか？このジャンププラス何がいいかって、ジャンプを買いに行かなくても、ジャンプが読めちゃう。まあそれに関してはね、もちろんいいことなんだけども、さらには鬼滅の刃フルカラーで読めてしまうというね、めちゃくちゃ激アツなアプリでございます。これは単行本にも余裕で勝るものなんじゃないですかね。単行本は一気に読める、嬉しいなっていうところだったりとか、いろんな細かい情報とかが見れたりする。それこそアガサの設定についてもね、知れたりとか、いろいろと重要な情報が読めるっていうのはすごくありがたいところではあるんだけども、カラーで見れちゃう。普通であればアニメになるまで見れないのが、ここでカラーで見れちゃう。ぜひとも皆さん、ジャンププラスで鬼滅の刃読みましょう。ということで、改めて今回鬼滅の刃初見読み196話、私はということで、これねずこちゃんですね。これねずこちゃんですね。うわー、どうなんのかなー、怖えな。前回俺話したところではさ、だからここからねずこちゃんが取り込まれてしまうの、どうするみたいな、それが今回の回で組むの、どうするっていうような感じだよね。怖えなー、タイミング悪いなー、来るなー、帰れー。長い長い旅路、その果てに待つのは無惨。やめろー、帰れ無惨。あー、やべえよー。ねずこちゃん、ねずこちゃん、うわー、ご家族を思い出してる。うわー、ズズズズズ言うて、え、おおわー、うわわ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 、いきなりいきなりいきなり、うわ、ねずこちゃんめっちゃ思い出してるやん。無惨、無惨が家族をやった時の、うわー、めっちゃ思い出してるやん、泣いてる。うわー、逃げてねーちゃん言うて、これはここでこう語られるか。うわ、この程度の血の注入で死ぬとは、太陽を克服する鬼などそうそう作れたものではないな。無惨、ふざけやがってこいつ、もうめっちゃ、うわー、ねずこちゃんもそりゃ怒るよね。うわー、どんどん思い出してるね。思い出すがゆえのこの怒り、うわー、炭治郎くん、あー、義勇さんに、うわー、うろこだけさん、うわー、みんな出てきてるよ。玉代さんに、後ろくんに、善逸くん、善逸くん、花持ってるよ。うわー、かわいいね。なんかいいのこれ。うわー、どんぐりコロコロ、伊之助くん。いやー、うわー、親方様、お久しぶりでございます。もう、サネミ、みんな出てきてるよ。柱のみんな、なんなんこれ、うわー。うわー、屋敷のみんな。そして、胡蝶さん、胡蝶さんの下に、うわー、煉獄さん、この並びはあかんでしょう。うわー、見ますか？金魚言うて、めっちゃもう、なんだかなー。なんか、まあ、生きてるね、仲間たちもいたりとかさ。亡くなってる仲間たちもいたりとか、なんか、つれーなー、このシーン、だいぶつらいなー。いろんなことを、これ、ねずこちゃんとして認識していってるってことだもんね。あ、うずいさんたちも、あー、刀鍛冶のみんなも、うわー。玄弥も出てきたよ、玄弥。俺ずっとワンちゃん生きてるんじゃねえかなんて思っててよ。なんか悲しいな。うわー、もう一郎くん、この並び。ギャー、くそー、なんかな。うわ、しかも爪がどんどん、これ、うわー、人間になっていってるよ、これ。てかもう、この並びがきつすぎる。なんなん、これ。うわー、うわー、顔半分の、あの線みたいなのが、うわー、なくなって、うわー、ドクンドクン言うて、ねずこ、うわー、マジか、マジか、うわー、マジか、来るぞ、これ。来るぞ。私はかまどん、ねずこ。鬼に家族を殺された。うわー、これ完全に人間に戻った。うわー、思い出した、完全に。うわー、すげえ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 、完全に人間、これ戻りましたよ。うわー、そしてところ変わるんですよ。うわー、ここもうちょっと見せて、もうちょっと見せて。うわー、マジかマジかマジか、いきなり衝撃の展開。え、どうなの、人間に戻ったらもう取り込まれる心配ないのかな。
逆にあのひよこ克服した鬼としてのなんか新しいスタイルになるのかなってなると取り込まれる恐怖はあるけどさ、ずっとねここの回でも出てきたね、あの太陽を克服する鬼っていうのが出てくるのか、そうなるとムザン様に結局取り込まれパターンになるのかっていうちょっと恐怖はありますけど、うわ激アツだなマジでやばいわ。おーおー命の気配がする、戻ってくる戻ってくるねずこ、え柱、ああ目障りな柱たち、いやいいじゃん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 、柱たちが戻ってくるってのは素晴らしいじゃん。誰も死んでないっちゅうことやれ。いいぞ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 。致命傷はとうに負っているはず。だが死んではいない。玉代の鬼が手当てをしている。完全に死ぬまでは戦わせるつもりだ。うん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 。いやー、これはやばいよ。手当てをして回復してるっちゅうことやろ。いいぞいいぞいいぞ。おー。おー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 、うわーうわ、これすげーわかりやすい描写だな。これ竜イコール無惨様になってきて、そして数珠というのはまあ儚いものではありますよね。すぐにバチンとこう飛んでしまうというかさ、だけどもそれが集結すればね捕らえられるっちゅうことやろ。うわー、これはすごいな、いいないいないいな。お、夜明けまで35分、いいね。5分短縮。俺結構この5分がでかいんだよね。なんかもう戦いの中での1分でめっちゃ長いやん。これが5分も短縮はでかいよ。35分、いいよいいよ。戦いは終わりだ。これ以上危険を犯す必要がない。おお、何かするつもりだ。もしや、おーおーおーおお、分裂マジだ。ここでまた、うわわわわわわ、細かく飛び散って逃げる。止められるか2人なり、や分裂させたらダメだ。うわー、これやばいよ。また逃げられるじゃん。嘘。おおお、うんうん、止まった。分裂できない、分裂できない。何、そうか、薬は3つだったのか。人間界、老化、分裂阻害、ネギツネかって言ってめっちゃブチ切れてるぞ。そして玉山さん、残念、外れです。うわ、吐血。何、薬は4つですよ。3つの薬で弱ったところに細胞破壊の薬が効き始める。うわ、玉山さんやばさあ、お前の大嫌いな死がすぐそこまで来たぞっていう風に耳元で言われてる感じ。うわー、すげえ、玉代さんかっこいい。追い込め、絡め取れ、悪に報いを。うわー、めちゃくちゃかっこいい。196話、これにてカン。めちゃくちゃやばいじゃないのよ玉代さん。用意周到すぎる。4つだよ、薬4つ、そんなことあります？いやいや、ここまでのことはないよ。普通に考えて1個からの2個っていうのはマックスでわかるけど、3つ4つと来るとやばくない？しかも最後の1個、細胞破壊ってもう終わりだよね。こいつの場合って細胞破壊されちゃったらもうダメじゃん。細胞分裂か知らんけどもね、その回復はそこを持ってやっていくものでございますから、それを破壊してしまったらいよいよ無惨様終わりじゃねっていう。すげーなー。柱たちの努力が今報われてだって、柱たちがいなかったら、みんなの努力がなかったら、無惨様は何事もなくみんなをしばき回して回復を図って、はい終了。そうするとこの分裂阻害の薬が意味はなくなりますよと。分裂する必要はないから、逃げる必要はないから。そしてさらにはこちらの細胞破壊、この細胞破壊っていうのが弱らない限りは効いてこないというね。まあだからすごいだと思うよ、本当に1秒1秒、まさにそれがここに繋がってきたっていう、そういったような話でございますよね。うわ、どうなるんだろうここから。いや、無惨様いよいよだから終わりだなっていう感じしますよ。196話でしょ、本当にこれ200話で完結しそうな。でも200話ちょうどで完結するっていうのもおかしな話なんですよ。だって仮にね、その優秀の美をっていう風に言ってで、まあ、200話で完結するのであれば、残りの1話ってさ、その後の世界みたいなのってよく描くじゃないですか。ってなるとって話なんだよね。だから199話で終わるんじゃねえのっていうね。でも言ってどうなんだろうな。その後の世界に丸1話使ってほしい気もするけども、なんかいろんな作品を見てきて思うのが、まあ、
最後の輪まで割りかし行くパターン、まあこれはアニメに多い傾向ではあるけども、要はボス倒しました、倒したのをまあ30分のうち、正確にアニメって25分ぐらいしかないからさ、その半分ぐらいは CM 入るまでがまあそのボスとの戦いで、で CM 以降でその後の世界みたいなさ流れって結構あるじゃないですか。だからなんかそんな感覚で行くと、もしかしたらだから200話ギリギリまでまあ戦って最後それでその後の世界みたいなのがね、まああるのかなっていうのはあくまで一つのパターンで、俺は終わらないと思うけどね、さすがに終わんないと思うけど、どうなんでしょうね、まあわかりませんけどもね、ねえ少なくともまあこの200話で一つの完結はつくのかなっていうふうには思う。やっぱ鬼化させれるのは無惨、無惨を倒せばそれで終わりっていうのはわかるけどさ、そもそもなんで無惨って鬼になったんだっけ、そこじゃないそこだよね、やっぱ出てくるんじゃないの、あのお医者さん、もうそういうことでしょ、別に無惨だけじゃないですよ鬼できるのはってなってくると、もしもあの医者が生きていた場合、厄介だね、もしかしたらすでに火を克服した鬼がどこかで潜伏しているのかもしれない。そしてあくまでこれは舞台はジャパンで、海外どうなってんのっていう、そういったところまで広がっていく可能性もね、十分にあるのかなと。まあそこら辺は何とも言えないですけども、僕はそういったところも期待したいです。はい、ということでね、今回この辺で終了していきたいなと思います。まあ言うても終わりは近いですよ。なんというかこの無惨のね、取り込みっていうのも正直取り込んでもっと普通は続くんですよ。なんというか取り込みました、ねずこちゃんを取り込みました、でパワーアップします、パワーアップして、で何話それでやるのって話なのよ。で200話ではこれは多分さすがにね完結すると思うんですよ。で今196でしょ、ってなると実質だとね3話ってことでしょ、次197、まあ197、8、9、10、200、200、まあマックス4話半3話半、4話半に言うと表現はこれしかやれない中で、パワーアップしてさすぐにこの分で倒せる、なんかあっけないよねっていうところでは、もしかしたら次回にでもパワーアップしない限り、次回にでも取り込まない限り、もう無惨様はパワーアップはなくやられてしまうのかななんて思います。まあもちろんこういったいろんなものを食らいながらも相当な力を発揮していくと思いますけどね。あと鬼滅の刃といえば、どんな鬼でもね、あのそれぞれの過去っていうところで、あそうだったんだっていうふうに思えるあの場面が来るわけでございますから、無惨様だけ来ないというのはありえないよね。ってなると無惨様のその分も考えていくと、いやそうなるとだから200はちょうどっておかしくて、199で終わる方が尺的なところを考えるとで200話のところでもろもろ完結してるっていう方がぽいよね。そんな感じですはい、ということで今回もね終了していきます。もう2回言ったけど次のね鬼滅どうなっているのか、ちょっとそこら辺まだ楽しみにしていきたいなと思います。で改めて今回もねジャンププラスで見ていきましたけど、カラーでこれが全部読めるっていうのは、こういう風に読んでると当たり前のように思いますけども、少し前であればこんなカラーで見れるわけなかったですからね。なのでぜひともみんなこのジャンププラスを楽しんでもらえたらなと思います。それではさあなりますよ、じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガメッサツブリパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time。